こんにちは、ダイスです。今回は前回負けてしまったプリンスマッシュ戦行ってみたいと思います。エキシビションマッチに登録して勝つっていう感じになるんですけど、前回ね負けちゃったんですよね。なので今回はね勝てるまで試してみたいと思います。エキシビションマッチは今再チャンピオンになったばっかりなので、ここからエキシビションマッチの登録をしていくという感じになってます。頑張ろう。ファイトマネーももらえるけどっていう感じですね。一応のセーブしてきてるのでやり直しがねできるようにはなってる感じです。でメンバーもいろいろいる感じなんですけど、今回はプリンシュマッシュです。本当にね強かったんですよね。なんでいろいろアイテムを持ってきました。だから大丈夫なようにはなっているはず。それでは行きましょう。とりあえずなんですけど、前回負けちゃったんでね、セーブポイントまで戻ったんですよ確か。なので多分なんですけどプリンスマッシュ戦の HP はね出てないはずなので、今回はそこからですね。まずはクリスチャンで HP を見てからなんとかしていこう。頑張ろう。あとねスーパーガードの方がいいよってコメントで視聴者さんに教えてもらったんで、 B ボタンですよね。スーパーガードがねできるように頑張ります。当たる瞬間下手くそなんです。なんとかならないかな。よし、今回こそは勝つぞ。レッツファイト。マリオさん、お互い全力でぶつかりましょう。全力すぎて強いんだよね。これでビリビリ状態に一応最初はなられました。最初だからな、効くのかな、ストップウォッチ。一応使ってみようか。効かない可能性もあるんだけど。お、効かないんだね。効くか効かないかだと分かったので、次回来る時があるんだったら効かないっていうのを覚えました。まあ、最初のターンはいいことにします。こう HP96 だからゾンタバよりは、ね、低いんだけど強いんだよね。で戦闘スタイル変化もねちょっとまだ分かってないとこがあるので、スーパーガード狙ってやりましょう。構えが変わった。溜めてる時はなんかね消えた方が良かったはずなので、チャージ、よし。で仲間でビビアンに隠れてもらいます。BABBBB OK。 これで攻撃が来ても大丈夫。一旦で確か来てくるはず。あ、また変わってる。ひどいなこれは。大丈夫？そう、これがあるからやめたのに。緊急キノコばっかり使うじゃないですか。ごめんねビビアン。どうしよっか。消えなきゃいけないタイミングがね分かんなくなってるんだよね。スペシャルで運んでぽいんだけど、ムキムキボディに1回してからにしよっか。普通に攻撃されても嫌だよね。ムキムキしよう。頑張ります。たたた、よし。まだいける。タイ
構上がったのでこれでいいでしょう。つけとく。したら仲間チェンジ、ここはね多分クラウダさんで、え、これもダメなの？やらせてくれないんだ。今ねスーパーガードしたんだけど2段階だったね。そっか、ということは何してあげたらいいんだろう。ノコ太郎でコアラ守りをし、じゃあしてあげよう。とりあえずはい、グレート、初めてグレートつけられましたよ。したらちょっとチャージ、もうちょい上げよう。ねえ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 、ノコ太郎くん B ボタンのスーパーガード難しいね。変わった6、これぐらいだったらまだいいよね。あ、アピールしちゃった、間違えたもうなんか私アピールよく間違えるんですよね。でもまあまあマックスまでいってればいいでしょう。まだいける。はい、チャージ。割れたね。来たらほら守りをもう一回。はい、ちょっと失敗したけどまあいいでしょう。チャージ。はい、のこたろくんごめん、もうちょっと待ってて、次のターンで変えられるようになったら変えるね。もしかしたら緊急キノコ化するかもしれないけど、あーなっちゃったか。ダメだ、のこくんが危なすぎる。何もできなくなっちゃったね。これでもうしょうがないです。 OK。でこのターンでやればいいって聞いたんですよ。なので仲間チェンジでクリスにして応援キスを決めます。 OK。 したら、マリオの行動回数が2回になるので、え、ここでちょっと外しとくね、まだ全然足りないから。で2回できるのでムキムキボディをここでつけて、で次で攻撃してみよう。攻撃力が上がってる状態だったらなんとなくいけるかもしれないので、はい、もうつらい。 OK。 でもう1回行動できるからこれで連続ジャンプします。連続ジャンプいけるかな。トーン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 、あ、いけたいけたやったー、狙ってたのができました。早く終わったね。そう、これスーパーガードができないと意味がないって聞いてたんですよ。強い乾杯です、マリオさん。こうチャージと多分ムキムキボディがうまくいっただけですね。で今回一番頑張ったのはのこくんですこの展開を一体誰が予想できたでしょうか。まさに大激戦。技、力、拳、すべてを超越する魂のぶつかり合い、まさに極限バトル。そしてこの凄ましいバトルで勝利をつかんだのはグレートゴンザレス。よかった。
1回でいけたね。もうね、チャージをする癖になってるけど、よかったですね、チャージできて。ホワイトマネー30コインです。もうちょっと欲しいよね、これ。そうそう、キノシチョフ、いえ、プリンスマッシュからあなたに渡したいものがあるそうです。なになに？先ほど廊下で見かけましたので声をかけてあげてください。ではごきげんよう。廊下にいるんだね。いや、勝てたね、よかったリベンジできなかったらどうしようかと思ってたんですけど、今回はいけました。いたいた。ちょっとさ、怖いからさ、セーブするねこんにちは、マリオさん、手合わせありがとうございました。こちらこそ。マリオさんと全力でぶつかって熱い戦いができたことを誇りに思います。これは俺と戦ってくれたお礼です。受け取ってください。わあ、すごい、プリンスマッシュの帯だって。キノシチョフからもらったお揃いの帯、プリンスマッシュとの友情の証。またいつでも手合わせ待ってます。次は俺が勝ちますよ。はい、ということで、かなりね、強いっていう風にお伺いしてたんですけど、勝てましたよ。いつでもまたできるようになるんですね。確かスイッチで発売されたスーパーマリオ RPG リメイクの方でしか多分出てこないって言ってた気がします今回は勝ててよかったです。まだね、やってないところもあるので進めていこうと思います。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた、 See you。